absolutely give it up for Koga. From the Kokagawa University Solar Team, Beijing, the Institute of Technology.学院大学の皆さんがゴールしました。おめでとうございます。お疲れ様でした。とりあえずありがとうございます。とりあえず、リーダーの方っていうのは誰？はい、リーダー、率直に、今回3000キロ近い、3000キロぐらいかな、はい、のレース22キロのレース、率直にいかがでしたでしょうか？いや、本当に楽しい経験をさせてもらったっていうのが、本当に率直な感じであります。どうでしょうか？とっても楽しかったです。楽しかった。いかがでしょうか？天気とかいろいろ問題はあったんですけど、それで超えて、すごいゴールして気持ちよかったなって、あれは。いかがでしょうか？大変なこととかもいっぱいあったり、すごいもうしんどかった時とかもいっぱいあったんですけど、それでもやっぱ楽しいがすごい勝って、すごいとても楽しかった。先生いかがでしょうか？新しいテクノロジーいっぱい詰まってるものを作って試してるので、学生すごかったですよ。はい、ちなみにどんなところに最新テクノロジーが詰まってるんでしょうか？まずですね、はい、このサンパワーさんのパネルも、はい、ちょっと我々他のチームと変わってるのが、変わってますよね。これなんかセルのサイズが違いますよね。違いますね、はい、で一番後ろ行くともう一つこう違うんですよ。で前の方がですね、複雑な配線になってるんですけど、このキャノピーの影になる位置で配線をしていて、なんかその影になるとそっちに引っ張られちゃって、そうですね、その発電効率が悪くなるって話が聞いたんですけど、そこの対策っていうことなんですかね？そうです、そうです。あ、はい、セルにもかなりある。うん、あとは中の足回り開いてもらって、白宮さんはこれ作ってますけど、このキャノピー、このこれモーターでタイヤですけど、普通はあのサスペンションでぶら下がってるんですが、地面から生えてるんですよ。地面から支えるっていう、地面から支える、こんな風に下から支えるユニットでモーターがあって、これを例えば4つつけると簡単に電気自動車が作れちゃうユニットっていうので、今回そうなんだ。ここにね、あのレール見えますよね。はいはい、このレール上にこうタイヤが動くようになって、そういう形になってるんですね。でこれを例えば360度のレールにして4つつけると縦列駐車の横に動く。あ、クラブウォーク的な感じで車が、はいはい、いろいろこう入ってます。これ
見た感じだと、これなんかあの他の学校だとなんかこの横がこう開く、そのタイヤがこう曲がるときに開きますみたいな、こういう構造を取ってる学校もありますけど、今回は採用、そういうのは採用しないって感じですね。それやってしまうと、その開いた時に空気抵抗の影響を受けちゃう。だからもうみんな、じゃあもう完全に閉めてる、動かないようにしてるのか、そういう前の足がこう動くことでこう収まる。前一輪なんですよ。そうですね、他みんな前二輪なんですけど、そうですね、2の後ろ1みたいな。そうなんですよ。ああ、そこも違うんだ。ドライバーです。はい、ドライバー。基本的には交代とかはあった感じですか？はい、そうですね、あのコントロールスポットとかで交代したり、その、まあ、日にちが変わるときに交代したり、基本ドライバーは4人くらいで回してたんです。4人で回していくって感じなんですね、はい、1人、まあ、4時間半とか長いときに乗ったりして、基本的にはこう後ろの、まあ情報を確認しながら、はい、変更とかをまあ、情報を取りながらずっと進んでいくっていう、はい、戦略班がいて、太陽がどれくらい発電するかっていうのを予想して、でそれでソーラーカーがどのくらい電気を使えるかっていうのも指示が来るので、その速度に合わせて走ってるので、まあ、なんか途中でこうなんかエラーだったり、ちょっとこういうなんかミスが起きちゃったなみたいな、そういうトラブルみたいなのはあったんでしょうか？いろいろありました。やっぱりあの発電の回路、はい、の方がうまく動かなかったりとか、でそこはもうみんなで毎晩料理を作った後にご飯食べてもう一回やってでまた朝からそっかレースだったりね、まあ間の時間が一応夜があるので、まあ、そこでまあ対応策やったりとかして翌日に備える。そうです、そうです。合計日数でいうと何日間ぐらいになったんですか？僕らは6日間。6日間、うん、やばいっすね。3000キロか、すごいな。なんか最初の方になんかブッシュファイヤーがあって、なんかみんなちょっと大変だったよって話があったんですけど、はいはい、そこら辺はいかがでしたか？あの途中相当煙かったですよ。あの前見えないぐらいな煙があるとか、そんなレベルなんですね。あとブッシュファイヤー以外にはソーラーカー目の前に雷が何個も落ちてるのを見ながらこう移動したりね。そうなんですね。まあでもとりあえず、まあなんとか無事に走破することはできたと。そうです、そうです、そうですね。はい、じゃあですね、この最後にですね、これ皆さん、まあ、こういうね、あのいろいろとずっとこれ、まあ、大学入学されてからいろいろとずっとね携われてきたということだと思いますけども、何かこう将来、皆さんちなみに今これ何年生ですか？3年生、4年生、僕1年生、すごいですね。3年生、はい。まあ、というところで、何がこう、まあ、将来、特に4年生だともう就職先、大学院とかに進まれる。大学院、院に進まれるんですね。じゃあ まだまだ就職とかは先って感じですね。何かこう3年生2人、何かこう将来、まあ、こういう活動をしてまた全然違うところに進みたいのか、もしくはなんかこれ、まあでも3年生だと次の大会は出れないのか、この大会は出れないって感じですか？大学院に。あ、そっか、でも大学院に行けば行けるのか、はい、そっか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 。じゃあどうでしょうか、大学院に進むとまたソラレースで出たいっていう感じですか？はい、もちろん機会があれば出たいと思います。私も、まあ、まだ妊娠するか決まってないんですけど、妊娠するとしたら今度はもうちょっとちゃんと設計して完璧なものを作りたいと思います。じゃあみんなこうその次を見据えてるって感じなんですね。ちなみに1年生って感じですけど、はい、どうでしたか、ちなみに今回大会です。そうですね、うん、1年生で、まあ、自分まだ1年で全然分かんないことも多いので、結構やれることが限られてた中でも、うん、やっぱ見つけていろいろできてたのかなっていうのと、まあ、あとこれからもうちょっといろいろかなり学年が上がってできること増えてきたらまた挑戦して、今度はなんか自分が主役となってその大会やってみたいなと思ってます。でも次もし参加されるとしたら3年生です、ね、3年生です。だから中川先輩たちと同じような、もう主力級の逸材だというところで
じゃあ、でも将来的には何かこう、まあ院も卒業された後とか、何かこうどんな仕事やってみたいとかってあったりするんですか？そうですね、やっぱり時代も時代なんで、そのサステナビリティに貢献できるような、まあ、エンジニアであったり、そういう企画をするような持続可能な社会に向けて自分たちができるようなことはないかを探しながら、ちょっとでも貢献できたらいいなと思っております。どうでしょうか？ソーラーカーをやってたっていうのもあって、まあ、その電気自動車に関われればなと思っていて、その環境問題の、環境問題に携わりたいなっていう思いがあります。ここソーラーカーチーム入った時はそんなにソーラーカーにも興味がなかったんですけど、実際に作ってみてすごい興味が出てきて、もうなんかものづくりが楽しくなったので、ものづくりに携われるものになれたらいいなと思います。ちなみに僕、電気自動車関連のちょっと YouTube をいろいろとやってたりするんで、なんか皆さんがもしこう、ね、将来的に作った電気自動車を僕が乗るっていう機会もなんか出てくるのかなと思うと非常に楽しみかなと思います。まあ、そんな感じで皆さん本当に3000ちょっとすごい長い6日間ですね、本当に大変だったと思いますけど、本当にお疲れ様でした。また次の大会も期待してますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。工学院大学の皆さんでした。ありがとうございました。The next round of August, Wakayama University College team, Wakayama University in Japan. Our team captain Haruto is inside the vehicle, so I've asked Rio to come and have a chat with us. Rio, welcome to Adelaide. Thank you so much. This is amazing. So Rio, reading here, this is your first time in the Solar Challenge. How do things go for you? It's tough, isn't it? Yeah, that was really tough. We've been dreaming about this for 2 years, 24 months. So it's really amazing to come here with all the members. So yeah, thank you so much. So I mentioned to people, this is 3,000 kilometers, or just over 3,000 kilometers. How did that go for you? So it was pretty difficult. You know, like before the race, we took 2 years to make this vehicle. So we were like, maybe we can achieve 3,000 kilometers. But on the third day, we found that it's not that easy one. For us, we did 1,000 kilometers, which is pretty honor for us. So we're pretty proud of our results. Absolutely. Think about walking 1,000 kilometers. はい、じゃあそんな感じで、和歌山大学の皆さんもさっきゴールされたというところでおめでとうございます。ありがとうございます。3000キロ、まあ、近く走行したと思いますけど、率直に今どんな、感じですか？そうですね、なんかちょっと複雑な気持ちがあるんですけど、はいはい、今回は3000キロのうち1000キロっていうところしか完走できなかったんですけど、走ることはできなかったんですけど、今回初めてこの大会に出場して、まあ、世界のレベルの高さを感じましたし、まあ、今回初めてまずスタートに立って走り出した、まず1000キロというところに、まあ、ゴールはできなかったですけど、すごい喜びであったりとかっていうのは感じています。初出場なんですね。どれぐらい準備期間を要しましたか？はい、実際設計と制作で、まあ、合計2年を丸々費やしたものになるんですけど、まあ、それまでから先輩方はこの大会に向けた思いを添えて情報共有、情報収集だったりとかっていうのはもう4年近く前からずっと進めてきました。
まあ、いろいろとずっと、まあ、先輩の代から準備はしてきて、で、はい、ようやくこの代で形になったと。そうですね、はい、でちょっと今一周見させてもらって、はい、いろいろと、まあ、違うところも、まあ、この隣のチームなんかも一緒なんですけど、あのチームによってはこの前だけ開くみたいなパターン、これ開くんですか、ちなみに。あ、そうですね、これあのこれはこう曲がるときに開くみたいな。タイヤを交換するために、はい、あ、交換するためになんだ、はい、そうですね、パンクしたときに素早く交換できるためにここだけくり抜いて外せるようにしてます。なんか他のチームだと、はい、なんかその曲がるときにそのここがパカッと可動式になると、はい、で、その隠してその普段はで空力を良くしてますみたいなこと言ってるチームがいたんですけど、はい、まあ、今回は特にそういう後ろもちょっと空いてるじゃないですか、はい、これも基本的にはタイヤ交換という意味合いが強いです。そうですね、あ、はい、まあ、そういったあの高度な技術っていうのは今度の大会とかで降りてもできたと思うんですけど、まあ、今回は結構あの完走っていうところを忠実に目指したかったので、うんうんうん、まあ、シンプルかつ車体を作っていきたいと思ったので、まあ、そういったことは今後に期待をしていただければいいかなと思います。おお、そういうことなんですね。じゃあ改良点もいくつかあると。そうですね、もちろんそうですね、他のチームを見て、まあ、世界のチームを見て日本ではないアイディアであったりとかも実際に感じれましたし、そういったアイディアはどんどん織り込んで、まあ、世界に挑戦をしていって今度は結果をしっかり残せるようにしていきたいなというふうには先輩として思います。そうなんですね。じゃあちょっとあのこのセル太陽電池の話もしていきたいと思いますけども、これはなんか聞くとこによるとちょっと旧世代のセルを使っていたということなんですが、そこら辺っていうのは。そうですね、まあ、自分たちが今回旧世代のセルを使ったっていう、まあ、理由としては基本的にはまあ予算の部分結構、ソーラーパネルすごい性能いいものはそれさんばあさんから購入も考えたんですけど、やっぱりまあちょっと自分たちも初出場でまあ、お金が全然ない中でお金集めて彼女頑張ってくれたんですけど、なかなかそうですね、自分にお金が集まらないということで、まあ、今回はちょっと、まあ、その他のチームが使ってた元々のソーラーパネルでも、まあ、十分発電量がまず出るんで、まあ、ちょっとそれを今回使わせていただいたという感じになります。なんかその他のチームでも話を聞いたんですけど、やっぱりそのこう僕たちみたいにゴールだけ突っ立ってて、あ、すごい完走したじゃんみたいな感じですごい薄っぺらく皆さん聞こえてると思うんですけど、はい、でもやっぱりそのお金集めとか、はい、なんだただこう走らせる車を作るだけじゃなくて、そういう資金のところめちゃめちゃ苦労してると思うんですよ。特に初出場のところで多分他のチームよりもめちゃめちゃ苦労したと思うんですけど、なんかそういう苦労話とかあったりしますか。そうですね、もともと私たち2021年大会に、はい、あの自分らの先輩が計画してたことがあって、でその際にも自分らの先輩がお金集めたんですけど、2021年大会コロナでなくなってしまったりとかして、はい、やっぱりその点本当に出場できるのかっていうのはすごく心配いただくことが多かったので、そうですね、その点がかなり説得で苦労したところです。そっか、でもそうですよね。じゃあ学生がでもやっぱ中心となってこう企業に今お願いしに行ったりとかってことですよね、はい、それでなんとかかき集めるってことですよね。はい、そうです。いや、やっぱそういうところですよね。だからもう本当にじゃあまあこう注目されるのはこう運転してるドライバー一人かもしれないけど、はい、今回チーム人数でいうと今回、具体的には何人ぐらいっていう形なんですか。チームの総数としましては70名を超える、はい、70あの大きなチームになるんですけど、あ、まあ、今回ちょっとあのオーストラリアに向けて専念されたメンバーとして18名ぐらいは、はいはい、18人、はい、参加してますなんですね。だからこのなんか記録上に書かれるのは18人ということなんですかね。そうですね、はい、だから多分他のチーム僕もちょっと見てたんですけど、はい、まあ、40人とか書いてあるんですよ。あ、じゃあこんなもんが普通なのかなと思うけど、でももうちょっとこうコンパクトなチームもいたりして、まあ、でも裏にはやっぱりまあこう良さの関係上、まあ、ここには来れなかったけど、はい、もっとたくさんの人と一緒に作り上げたと。そうですね、はい、じゃあ、まあ、こうさっきも言ってた、まあ、こういろんなところの、まあ、今後の改良点とかも含めながら、じゃあ次の大会も参加する気は満々という感じでしょうか。そうですねまあ自分ちょっと引退しちゃうんですけど、はいはい、そうかそうかそうか、後輩たちにしっかりその意思は継いでほしいなという思いは強くあります。今ちなみに
4年生ですね、はい、あ全員4年生、はい、みんな卒業しちゃうのか、はい、そうか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 、じゃあその意思を何とか継いで和歌山大学の皆さん、じゃあ次の大会でも参加していることを期待したいと思います。ちなみに言ってなんですけど、はい、皆さんじゃあ4年ってことは卒業ってことですか、 大学院とかも行かれる方もいらっしゃるんですか。院に行くんですね、はい、じゃあまだこう勉強していくと、うん、ちなみにどんな分野を勉強されてるんですか。自分は機械系の機械系構造学の研究としてです。僕はもう情報系で通信の勉強してます、大学の方です。うーん、じゃあ卒業されるっていう感じ。そうです、はい、来年就職です。就職はもう決まってる感じでは、はい、あちなみにどんなところ行かないですか。そのあ銀行系の、はい、じゃあこういうものとはもう全然関係はないっていう感じになるんですね。でもまあ自分が4年間やってきた資金集めみたいなところでは生きてるかなと。そうですよそうですよね、はい、そうですよ。あもうめちゃめちゃなんか、ね、バリバリで一年目からやってそうな感じですよね。あそっかそうなんだ。じゃあまあこういうようなまあそのなんだじゃあ車作りみたいなとかでは直接的には関係ないかもしれないけど、まあ、役に立って将来も進んでいくということ、はい、お二方は何かこう将来になんかこういうことやってみたいなとか何かあったりするんですか。そうですね、自分はあの結構車が好きなので、うん、まあ、自動車のエンジニアとして、うん、将来かかっていければいいかなと思いますし、まあ、こうやってこういう車を設計したっていうのは今後生きる経験になると思うので、うん、すごいあの身になりますし、すごいいい思い出でもあります。そうですね、自分も、まあ、結構こういうソーラー化に影響されてるんですけど、うん、情報系でも、まあ、通信でも車の方の通信でもどんどん活躍してきて、ちょっとやっていきたいなっていうのが強くなりました。いや僕もこうちょっと電気自動車に特化していろいろとやってるんですけど、やっぱり今後めちゃめちゃそういう情報の、まあ、安全性セキュリティとかこうオーバーディアでどんどんアップデートしていった時のまあ便利だけどこうね危ないよねみたいな話とかいろいろとあると思うんで、いやそういうところにこう次世代がどん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 自動車業界を盛り上げていってくれるというところで私は非常に楽しみにしております。そんな感じで皆さん本当に今回お疲れ様でした。そしてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これマキシの採用されてるのだけ教えてもらっていいですか。全部です。全部そうです。10代出てて10代全部そうでした。マジかよ。ちなみに数えたんですけど 92% がマキシオンでした。チャレンジャーも含めて。チャレンジャーも含めて。えぐっ。こっちだけだと 100% です。サンシャトルバンと、これ中国製ですね。1,2,3,4、2列目ありますよ。だからシャトルバンっていうのもありますよね。まあこれなんかあれですよ、ライトイヤー1なんか似てるじゃない。はい。すごいですね。 For the guys down there, we're going to get, you know, just up here fairly soon to the front. We spoke this morning about bringing various crews of vehicles, so not all together. こっちはかなり車に寄ってますね。 Is in the next 10 minutes or so, bring your vehicles to this end. You can be one behind each other.And then we'll kind of go. Thailand, is it? And a couple of the other classes come through. We'll put a cruiser in there. Then a few more come through. Then a cruiser. But you can all be there waiting. And I know I talked to a few guys this morning. So you might be able to help organise that. We will have some people up there as well. So we're trying to break you guys up. わあ、面白いセルの貼り方してる。エストニアですね、これは。前方が非常に長いんですね。なのでここに張りまくってるという感じですね。上にもちょっと張ってる感じですね。クルーザークラスに関してはこれはもうさっきも説明、これでも2人乗りか。オーストラリア
シリコンのリチウムアイオンとガルウィング採用して、でも4人乗れるんだ。前張って後ろ、屋根と後ろマックスで張ってるんですね。繰り返しますが、これクルーザークラスに関しては充電が2回できるというところで、まあ、何にせよ1000キロ分走行できればいいという、ものになります。だからあくまでもチャレンジャーはもうタイム競う、クルーザーはタイムだけじゃなくてこの造形、人が何人乗れるのか、実用性、いろんなもので決められると。これはオーストラリアファーストスリンダーオートモーティブソーラーティーン、もうですねこれ出発するんですよ。もう出発するんで、もう今皆さんこれ準備して、これ最後のパレードがあるんです。なので今もみんな出発の準備をしてね、これ走行できるような状態にしてると。面白いですよこれも。ほら4人乗れますよ、4人。えぐっ。ただ結構中国のあれが入ってる、結構スポンサー、中国が結構スポンサー入ってるのかな、これ。でもこれオーストラリアのあれだからね、もしかしたら。へえ、あ、これ一面にこう貼ってるんですね、こんな感じでね。ああ、こういうところでね、こう空力をぐっと意識してるんですね。まあでもこうやって見てみる、でもこれはでも香港だからな。で結構中国の資本が入ってるんですかね、よくわかんない。だからもう今みんなね出発の準備をしてるって感じですね。わあかっこいい、今のすげえかっこいい。てかこれやばい、めっちゃかっこいいやん、これめちゃめちゃかっこいいぞ。これあれもまあかっこいいな、すごい音しますよ今。インバーターからの音かな、すごい音するね。 EV の音ですよこれ。東海大学です。これも面白いな。そしてこの後ろ見てください、僕がね一番好きな車、これ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 。やばいこれ、もうリオートのリメガニしか見えませんよこれ。えぐ、超かっこいいんだけど。あとはでもチャレンジャーですね。Thanks, Kaku. Thank you, Top Notch, for all of the encouragement that you gave to the other teams toward the end. いやこれとかね、空力とかどうなんすかね。ここここです。おお、これもすごい迫力がありますよ、迫力が。なんかグリルに見えるんですよねこれ。これで90キロとかで走るんですよ皆さん、やばいでしょ。これで90キロですよ皆さん、えぐすぎ。
Please do not get out, the pilot does not get out of the vehicle, and the security guards will help you to get safely back to Torrens Parade Ground via a trailer later on. あれ MX30EV ですよ。日本の激レア車ですよね。ウケるんだけど。あれ前は X1 なのに X1 の多分ディーゼルなんですよ。そのくせして後ろだけ EV 使ってますよ。あれウケるんだけど、まさかの MX30EV というね。すごい。